シロペライトありがとうございます。皆さんやばいんです。朝起きたらね、両首と肩と太ももの付け根と、あと腹筋がもう激痛で、今日アラーム鳴って止めたんで起きようと思って起き上がったら腹筋ズキってなって、なんか刺された痛みとか、なんかグーって当たった痛みじゃなくて、なんやろ、もう内側から意味のわからない痛さがなった。多分腹筋は腹筋に苦痛としてもそれ以外は痛めたんかなって感じですね。出て、いいですね。なんで今日ない、普通に多分寝違えたっていう可能性もあるよね。でたまみは今日枕を下に引かずに寝てしまったのでこっち側を痛めました。これ多分ほんま首らへんは多分自分が悪い枕引かずに寝ちゃったからな。こっちは普通に熱痛めて、こっちは枕で、なんかさ、丸まって寝るんですよ私、体全体を。だから前枕があっても一個枕の下で寝てしまうんですね。だからだと思います。枕ここにあっても頭がここになるんですよ。でなんかこう丸まって寝てるんです。だからかなって、とも足は分かりません。足はでも多分ね、でもキャンプの時の方がやばかった。足はなんか、足はキャンプの時は太ももの表も裏もどっちも痛くて、両足もうやばいってなりました。にじろさん、ほんまやな、やろギターって言ったけど多分ギターじゃないよねこれ。あれかな、サイダー入れて飲むやつかな、あの光るやつ。花火大会だからかは分かんないけど、なんなんだろうこれ。まあいいや、ありがとうございます。光るやつ、わかんないね。あ、やっぱり光るやつかな。光るやつの光るやつだけど、なんなんやろこれ。光るやつのなんなんだろう。なんでしょうね。かな、あのぶのぶさんハートありがとうございます。アリナちゃんも光るやつありがとうございます。そう、何かわかんないから光るやつにしとこう光ってるのはね、わかった。なんかちっちゃすぎてわかんないな。一瞬なんとか、何これ、尺玉って書いてんのこれ。じゃあ花火、花火か、花火なんだ。一寸玉か、花火ですね、花火の玉か、あの
パーンってなる前のやつありがとうございます。のみちゃんとこ停電になってない？え、今ですか？晴れてそうだね。青い空が見えます、あの間から。ネバーさん、マダさん、ダルマさんとハットはありがとうございます。全然時間あった。なんかさ、ショールームって始めた時は結構時間だったの、なんていうの、遅いやったっけ、なんていうと思ったやろ。あ、遅いけど続けたらもう早く感じます。15分ぐらい感じたら。そやけどペンライトから1本やったんや、子供に言われてた。全然白色なら大丈夫ですね。ありがとうございます。うん、和弘さん、花火上がってるやつか。あ、そう、キラキラ、あの流れ星って言ってたかも、あやみこれ花火ありがとうございます。和弘さん、ありがとうございます。あ、流れ星がさ、上にピューンって言ってるだけなんかと思った。紹介会とかに行きます。あ、ありがとうございます。いやの握手会も社名会も全部当選してた。わ、ありがとうございます。よかったよかった。鳥取太郎さんも花火の玉ありがとうございます。一寸玉かこれ。確かに一寸の下玉ってた、玉に玉の感じに見えるね、一寸玉。肩たきにもある。あ、そっか、そうだね、握手会にはね、肩たたき、肩たたきもあるのでねはい、帰っては行かないけど大阪を使っても。あ、ありがとうございます。じゃあ大阪は暑いの厳しい、なんやろこれ、残圧、絶対違う、厳しい、残なんとかなので、むち海前おいしいありがとうございます。大阪もやばいやばい、熱々、鉄板で焼かれてるような暑さしますよ、本当に。鉄板で温められてるから、温められてるのに、さらにあのバーナーだっけで上から炙られてるような暑さですよ、もう。暑い時は、最近は鉄板だけだけどね。当選決済今日までとか忘れないでしないでね。ね、皆さん忘れないでください。そうですね、皆さんもね、お支払いの手続きを忘れないふふ、片時どんなになるか気になるね、運営が見本みたいな、よく公表してくれるね。多分ね、説明はしてくれるんじゃないかなって感じかな、そのちょっと前に、始まるちょっと前に、皆さん集合お願いしますって。はい、じゃあ焼けないでね。うん、頑張ってるけどね、もう暑い暑い汗とかでさ、あ、なんていうの、その肘曲げとったりしたらさ、汗とかがさ肘の裏に溜まってさ、なんかそこでなんか日焼け止めも取れちゃうのよね、一緒に。とか見にくい、初めて一緒に、ありがとうございます、さなちゃん、ありがとう、嬉しいんです。
毎日ゲリラ豪雨だね。確かに昨日もやばかったね。一昨日さ公演の時かみ、ちょっと初め本あのレッスン場いて、そっから劇場向かおうと思ってたんですよ。そしたらね、劇場向かおうとした時にちょうど雨降ってきて、大雨で本当にもうびしょ濡れでした。佐藤くんさん、だるまさん、ありがとうございます。当選したのでオンライン握手と、オンラインと握手とかだとき、よろしくお願いします。あとはシャメもですね、ありがとうございます。楽しみ、今朝は最後に言えます。よかったです、ありがとうございます。ダブル台風が発生してないけど、本州に影響ないけど、海は大変です。わ、海バッシャンバッシャンなんてこと、やばいね、怖い。コーヒー飲める？全然飲めない。あのコーヒーブラックにミルク入れても無理やし、カフェオレも苦いやつは無理です。何を話せばいいんだろう。確かにね、オンラインか。その服、その時に着てる服に合ったような感じでもいいし、いいのかもしれないね。調整してましたね。ちょっとなんか変なとこにある。あー、間違えた。あ、間違えた。謎に失敗しちゃった。金魚さん、ありがとうございます。リアルオンラインの方が緊張するかも。嘘、なんで。でもどうやろう、どっちもあれだからね、顔は見えるからね。あやみはね、そう、オンラインは顔が見えないのよ。ちょっとカメラが上の方にいるから、話してる方との顔は主にピントが合って、なんかぼやけって見えるの、あのなんていうの、ピントが合ってないとこにいる、入れるからね。あ、のぶのぶさん、ハートありがとうございます。そういえば昨日、今日のチーズケーキさん食べたい。うん、そう、あー、もう久しぶりにそれ食べたいな。俺前はぶつと気合が緊張する。確かに急に切れるもんね。リアルは、はい終了でーすみたいな感じで連れ去られていくけど、連れて行かれるよね。何のあれもなく数字だけ出てさ、バンってもんね。うん、けんちゃんハートたくさんありがとうございます。ございます。話せなかったこともさりげに言うかな。確かに確かに、もうオンラインは もう言えなかったら、その一回き、一回きりやねえか。X にあげたら清さんからいいね、来た、やばすごい、開けたら来るんや。キヨさんもあれですね、英語させてるんですね。あ、10分経ったんだもん。
38日目ですね。すごい。ちょっと変なとこ行っちゃう。変なとこ行っちゃうよ。 2S のおすすめって何？ 2S って何？写メ会かな。あ、写メ会のこと言ってるのか、もしかして。ね、今日さ、やばい。なんかアカウントあるんやってなったよね。確かに。そもそもアカウントがかツーショット、あ、ツーショットのことね。なるほどなるほど。そういうことやったんだ。おう、今日とか多め。おう、ありがとうございます。ん、どこ行った、あやみ。おえ、あ、ありがとうございます。応援してます。おはよう、おはようございます。ありがとうございます。何あちゃ、すごいね。あ、もくんさん、ハットミツのやつありがとうございます。ツーショットのおすすめ、ツーショットは、そうね、なんか一緒にやるやつとかもいいよね。写真撮れるのやった。どうやろう。でもやっぱりなんかいつもと違う人に写真撮ってもらってるから、そこはちょっと緊張するかもしれない。あれ、どこ行った。戻ってみんな前ね。ねえ、もうなんか何やろ、決めててもその直前になると飛んでちゃう、あーってなっちゃう。あ、よく金魚のや、金魚さんありがとうございます。バッターとキャッチャーとか、あー、なるほどね。確かにあれ、キャッチャーしかできへんか。ゆきちゃんポーズ、猫をするの。確かにそれもいいね。決まるのも頭真っ白になるね。なんか、あ、これやろう、これ、あの、やろうって言おうってなっても、ちょっと話したら、あれ何しようと思ってたっけってなっちゃう。暴いてる暴いてる、めっちゃ暴いてる、やばい。写真撮って肩叩かれる、肩叩かれる。言えないかね。そうなん、いや、どうなんやろう。さっき肩叩き、どうなんだ。でも後かな、肩叩きは。話し会って言いたいこと覚えない、あ、お話し会って言いたいこと覚えたことない。何、途中でも消えちゃうもんね。急に54321出てきちゃうから、それがほんまに。明日になったらメンバーに貸せ。じゃあ見られないよね、リアルイベント。まだ写メ会とかなかったから。そう、あれ、あやみがね、やってる時に真っ白にパーンってなっちゃった。
取ってそれギアに語った時がして長いかな。確かにそれね、運営が書いた文章だと語った時はの後のはず、後なんだ。でも確か後の方がいいかもね。何しててるの？配信してます。信じて、今はあれだね、オンラインとかの話したよね、リアルイベントとか。一日も早く責任のないこと言ってもらっていいのってます。ありがとうございます。写真撮った後で語った時、なるほど、理解ですね、ありがとうございます。リアルイベ実習とかぶれたかって思われてくださったで、ありがとうございます。嬉しい、楽しみですね。もうイベントが結構さ楽しみなんですよね。 DMM 見てていいなと思ったから劇場行ってな。嘘、ありがとうございます。嬉しいね、めっちゃ嬉しい。あ、りなちゃん、あの花火ありがとうございます。美容室の方かけてお願いします。わからない、もう何それ、行ったことないからな。肩叩きで思い出したが、ファンの時代に肩叩きしてもらったことあるって何人にも聞かれたか。そうなの？ちょっと待ってね、肩叩き、感じでね、あれ、また変なとこ行っちゃったよ、どうしよう。あ、なんかポーズ作れるとこまで戻っちゃった。来た。生徒って確認してるときに語ったときじゃないかな。あ、取り直しになったらどうなるやろ。なんか何やろね。まあまあ、また説明もらう、説明はしてくれはると思うので受けてね、それ次第ですね。この前の写メ会は写真撮ってから握手して終わった。へえ、それが肩叩きになったんや。インドネシア語話せますか？インドネシアどころかです。英語は話せません、はい。日本語以外話せないんですよ。アミちゃんと話すのに緊張してカチコチになった方を叩いてほぐしてあげればいいよ。そうなの？頑張るよ。あやみもカチコチかもよ。あ、りなちゃん、あの金魚さんのやつありがとうございます。しゃべかいってなんで一緒なんやろ。何の一緒なんやろうね。確かに前回はアミたちは制服でしたね。多分研究生からかな。また制服とかなんかな。大昔飲み食い会もハイタッチなど肩たたきでした。わあすごい、ハイタッチとかできるのいいね。だってあれでしょ、あれがなかったから、コロナがなかったから別に触れても大丈夫だったんですよね。森健議員さん、花火ありがとうございます。動画くらい片付けたらそれをお願いされたらしないとですね。日本語しか話せない、それが普通の日本人。そうかな、そうですよね。
英語はほんまに、なんかもうキャットキャットしか書かない、キャットキャット、うん。ダイエット握手したことがありますか？え、ダイエット？あん時はさ、はじめナンバー式やったっけ、ナンバー式みたいな感じやったから、結構自分の知らない人とかめっちゃいはったんですよ。まあそうですよね、多分あん時は私まだ初めてファンの方に会ったやつだと思います、あん時。多分公演もまだ出てなかった、あれか、あれだね、何だっけ、ああ、あのあ、そう、お見送りじゃない、お披露目、お披露目の時に来てくださった方何人かいらっしゃるんですけど、ほとんど見たことない知らない方がもうばっかで分からなかったです。あとあれですよね、握手会って2月3月か、でも NMB の写メ会は衣装で AKB の写メ会私服だったけど、AKB さんって毎回私服？それとも前回だけあれなんですか？私服だったんですか？どこだこれ。あ、写真を抜くから私服だと運営のチェックが大変だからかな。あ、なるほどね、確かに衣装だったらあれだもんね、某なんとかでなくなったのとかと、なんだそれ、多分ファンの時大体、あ、そういうこと？そういうことか。あゆちゃんはコロナの時だったので握手会というものを知らなかったです。はい、一番好きな衣装は何ですか？あの今の洋食衣装も好きなんですよね、今のよくコンサートで着てるフェスとかでも、そう、私たちがチカッパ祭で着てた服も好きなんですよ、なんですけど、うわ、どれやろうな、恋愛とかも私結構好きなんですよ、ヒラヒラしてて可愛いじゃないですか、うわ、悩むな、欲望ものとかもめっちゃかっこよくて好きやし、話し会しかないのね、そう、リアルとオンラインしかなくて、その時署名会とかもなくて、ね、置いてたけど入れた時記憶がない、あ、AKB さんかな、確かに、へえ、そうなんだ、 NNB なんやじゃん、全グループかと思ってた、クロスかっこいいとな、確かにクロスかっこいいねんけど、あのね、着るのめっちゃ時間かかるんですよ、上着がなんてやろう、ちょっと短いやつで、それが
だからなんていうの、ちょっとねなんか腕を入れにくくなってて、腕が入れにくくなってて、あと皮だから熱い熱い、かっこいいんですけどね、熱すぎるんですもう。でしかもグローブやったっけみたいなのもつけてるから店員にも汗たまるし、皮だからめっちゃもう暑さもこもってしまうんですよ。でブーツなので脱いだ時もあのブーツの部分だけ多分水をかけたんじゃないかなぐらい濡れてますね。こういう衣装はめちゃめちゃ似合いそう。うそん、あれ結構好きだね。衣装のこれは黄色と黒の、あー黄色ストラップと呼んでますね。あれも可愛いですよね。ただあれなんかちょっと重くてね、靴とそのスカートが、だからアンコールのつぼみたちがめっちゃ体軽く感じるんです。あれ全然足上がんないんですよ、重くて。ちょっともう踏もうときとかめっちゃ怖いです。衣装は当日までお楽しみ。あ、まあそれはね、まあお楽しみなんじゃないんですか自分も私のこと信じる方ですか。信じないけど好き、いやね聞くのは好き、信じないんですけど。いでででで、よいしょ、行くか。11月の朝だからってください。そう冬、え、でも冬って暖房ついてないですよね。ついてなかったらいいんですけど。クラスで思い出したが、あさっては二平さんと共演だろう。そうなんですよ、本当に嬉しいですよね。あやっと一緒に出れる。でこれであとレオちゃんと出たら全メンバーと出たことになりますね。うん、じゃあおはようございます。写メ会ではあみちゃんのアップティーシャツとシャツティー着てよくて、あ、そうか、え、え、ん写メ会、あ、そうか、え、あ、確かにそんぐらいだったらさすがにセーターティー発売になってるか。写メ会より生誕性があったとしても出てるね、さすがにその時期やと思う。で後じゃなくても出てるね。 NNBB、 あ、もうあれはあの歌を聴いて日本語として頭に入れてます。英語読めないので歌詞表はもう読めない。あ、歌聴いて、あ、こうやってな、こうやってなってます。 NNB は読めます、さすがに。その後は読めないので、音楽聴いて頼りにしてますね。15日に出れるはずだったね。そうなんですよ、台風さんがやってきてしまいました。早くレオヤミのゴミ行きたい早く出たいね。明日はあみちゃんかまのめがシンプルか。そうですね、そうなりますね。でもね、まあ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 、それは明日の楽しみですね。うん、他もねちょっとおかしいとこがあるんですよ。あれってなるところ、あやみと二平さんが出るのはあれって思うじゃないですか。他にもあの誰が、この子が
どことどこに入ったことがあるっていうのを覚えてたら多分わかりますね。英語の歌詞文って変だね。そうなんですよ。なんか なんだろう、気覚えれない。そもそも英語は覚えれないのね。まあ明日を楽しみにしてる。楽しみにしててください。明日誰がどうなるのか。ダンはやめる。ダンはなんか読んだというよりかはこう言ったからあこう読むんやって感じです、はい、だってこんなんダンとは読まないですよ私。これ初見だったらドネですよ。あのだいたい読めない英語は一番最初にローマ字で読むっていう私の癖です。これは英語はだいたいね最初はもうローマ字で読んでます。そこからっぽいのを探し出します。無理なんですけどね結局。これはウェデイは読めた。デイは分かった。ウェンズデイかな。水曜日か。そう曜日はギリギリね。明日はキャプテン休み。そうだねキャプテン休みだね。妹が案内してくれるんかな。あ確かにゆかたんが分かったのやったらゆかたんがずっとやりたいって言ってるクロスをできることになるんですけど、まあそれは明日のお楽しみですね。初見はどねんのね。いやあの初見踊るちゃんと踊る前にあのダン振り入れしますみたいな感じで言われてるので歌うときはさすがにダンですよ。まだ英語の過去文集なぜ過去文過去ならなんか簡単なものしか習ってないけど忘れた。もうやばいやばいやばい。そう習ってもすぐ忘れるんですから、もう英語習っても意味がなくなってしまうんです。多分もうあの次の時間には忘れてますね。はい、タリ語はほうよどう見てたか読めない。えそうなの。確かイタリアって首都ローマやったっけ。予備は中1英語だよね。えでも君たちさ予備さ小学校に習ったよ。書くときの覚え方としてる真面目で覚える本。そう雨はオフテンって呼んでる。オフオフのことしばしばみたいなやつをオフテンって呼んでます。だからオフテンだけわかんねん。もう絶対にオフテン。はい、オフテンとあフローム出身もわかる。フロムはね、わかるんですよ。ああ、オフテン同じ方だ。オフテン、ね、オフテン読むよ。オフテンって読んだ。今は小学校で映画のか。そう、曜日とかは
曜日と月は言い方はね習った、つづりは知らないです。はいお布団確かにお布団みたいインテレスティング、インテレスティング、あ、そうとしか読まれへんくな、読まれへんわもうウェドネスデイ、おウェドネスデイ、デベンズデイ、すごっ、ノーベンバー、ノーベンバー何だっけのあの最初の方のさ何々バーがさ、なんかもう最初最後の方分からへんのよ、なんか順番が。英語単語帳ってなんだそれそんなん持ってないです。ノベンバー、じゃあノベンバーってアミの誕生日じゃない誕生月じゃないだけどノベンバーサードですね、サードサード、確かサードセカンドなんとかサードだったね。手塚治虫の鉄腕、そう、いつもさこの見方分からへんの。この作品見たことないけどさ、あの見たこなんていう本だけを見たこと、読んだことはなくて本は見たことあって、いつもなんて読むのか分からへんかった。鉄腕アトムかってなってたけど、映画で思い出した、これ何番も、え、そう、これ習ったのよ。なんだっけ、 B の前の M、 B の前の N は M になるってなったのよね。鉄腕、あ、鉄腕なの、鉄腕って呼んでた。腕って言ってたね、はい、確かに鉄腕ってなんか変やなとは思ってたけど、腕だって習ってないんですもんね。ねって誰に言ってるか分かんないんですけど、腕なんてまだ習ってない。中学校で習うの腕って、あー、しょうまさん、ハートハートたくさんありがとうございますうん、あ、よかった、まだ時間あった。鉄腕ダッシュ、わかんない、やー、腕は中学だ、多分だよね、よかった。腕は、え、習ってたらどうしようだった。うん、でもさ、なんかさ習うって感じじゃないよね、あやみのが、あやみたち、なんか感じ、どういうにあるやつを勝手にやっといてくださいみたいな感じでした。鉄人は、ね、鉄人は読みます、さすがに習ってるし、私といえばってなんかなってましたもん。朝ウーバーかな、ウーバー、うどんか、うどんだね食べます、朝からうどん食べるんだ、そう、感じ通り懐かしいですね。なんかなんかね、うん、かん、うん、鉄人ダッシュは TOKIO の番組だ、あ、番組なんだそれ知らなかった、なんだそれ、なんか分からへんものいっぱい出てきた
なんか全然わからないのがいっぱい出てくるよ、昔のやつとか。若い子が見る番組じゃないこれ。そうなの。なんなのそれ。いつやってたの？わかんないね。ギャルズが歌詞はシャワーだって言うから NNB の曲に出てくる、歌詞に出てくる曲は覚えてるね。覚えれるね。そうですね、確かに。今までやった曲今まあ調べてますね。結構冬は焼きうどん食べます。今日はもしかして一日うどん生活させられてますか、それとも自分からしてますか。なんかめっちゃうどん食べるくないですか今日。なんかの企画みたい。現在は変換で漢字書かないから今のうちに書かない。確かにな。結構渋い内容で海を再生されるとかさ。ああ、なんかあれ、無人島開発絶対。確かに子供が見るような感じじゃなさそう。でもそういうの興味ある子は見そうだな。今も日曜7時とかって、公演中じゃん。明日あやみたちの公演中じゃん。あ、けんちゃんハートいっぱいありがとう。一日うどん生活で呼ばない。わあ、炭水化物、炭水化物だ。す、なんかどんどん下に降りていっちゃうね。なんかあれだね、もうサラダとかと一緒に食べないといけないね、絶対に。どう生活支えてる、自分からしてるのか支えてるのか、どっちなのか。なんだこれ、もうわからないよ。なにこれ、もちの、もうなんかもちみたい。一番最初もち順。絶対違う、絶対に違う。夜はうどん食べてください。あ、私が私がなんだけど、そうそう、行かないよ。またね、またね、ありがとうございました。うどん食べないうどんキャラいたな。え、そうなんだ。私はうどん食べますけど、まあパスタですね。あいちゃん用バランスしっかり考えて飲んでやれば。うそん、でもサラダは絶対食べたい、てか食べたいね、食べなきゃっていうか食べたい。じゃあパスタ生活してる。じゃあまだパスタ、朝からパスタは無理だ。小麦生活とかなら全然いけます。はい、段歓迎。パスタ作るから、そのかそのレシピブログに出て、あ、オッケーです。マスター、またマスター、またパスタですね。オッケーです。メロンパンとパスタ、なん確か、うわもうそれで完璧じゃん。一日。劇場近くにもうどんやたくさんあるよね。うどん、嘘でもラーメン結構見る。うどんはあんま見やへんの。行き道の違いなのかな。どこのうどん屋がおすすめですか。どこだろう、丸亀製麺さん。好きです。あんま食べないけどね、 CM でよく見る。
すすめはキヨなのよ。キヨ大好き。チャーハンも美味しい。やっぱ丸亀が一番ね。丸亀大好きです。麺が硬くてちょうど良き。丸亀うちの近所にもあるな。え、嘘、いいな。丸亀はないわ。あのどこだてか、どこだっていうか、うどん屋さんの天ぷらめっちゃ好きなんですよね。あやみはうどん屋さんのさつまいも天がめっちゃ好きです。大好き、もう大好き。さつまいもが好きだから、そもそもなんかパンパンなった。のぶのぶさんハートありがとうございます。あ、りなちゃんが花火を打ち上げてくれました。ありがとうございます。大学の会に友達といつも夢を、え、いいなぁ。いいなぁ、いいなぁ、行きたい。そんなに、うん、肉吸い肉、あ、肉吸いって肉丼なん。あのさ、肉吸いがそもそも食べたことないのよ。だから近くでうどんあんま食べてない。器用ばっかり。劇場近、ああとわなかとかだね。あ、よく、うん、花火ありがとうございます。また流れ星っていう、そうなっちゃった。毎月1日は丸亀の釜揚げは全てのサイズが半額くらいで、めっちゃ詳しいじゃないですか。めっちゃ詳しいね。ごぼうの天ぷらうどんもし、すおいしそう。薬膳は肉丼のうどんの炒め物汁になるよね。そうなるよね。お汁になっちゃうよね。よくは、うん、花火浴衣食べてもアイスまだいいね。もうアイスマン、アイスだらけで嬉しいですね。それはそれで。だってこの前のかき氷イベントでは、その剣さえ持っていけばいつでもどこでも食べれるってことですよね。肉あるやん。あ、そっか、肉あるわ。そうだそうだ、汁と肉、汁と肉。なんか面白いね。誰が考えたのかしら。面白いね。それはめちゃくちゃ。なんかお店は知ってるんですけど、何か分からへん。そう、見たことあるしね。よし、ドッグ、犬、ワンちゃん、分かりましたね。そう、あのさ、千歳さ、近くにセブンありますよね。だからと、あそこ、え、あそこなんかな、分からへん。多分あそこやと思う。あやみが思ってる場所やと思う。お店も多分通ったことあるよね。近くあるよね。ありますよね、ありますよね、セブンありますよね。そう、そこでこ、あのお昼ご飯をお弁当とか買ったり、まあ作ったりしてるんですけど、あとはアイスとか買いに行ったりしてるので、めっちゃ通ってますね。結構並んでるくないですか。結構海外の方が、外国の方もいらっしゃる。結構外国の方が並んでらっしゃるイメージ。
肉吸にうどんトッピングできます。うん、元に戻ってしまったあ、ゆうじこうじちゅうさん花火ありがとうございます。いつも並んでる、ね、いつも並んでますよね。ね、木曜日公演前に雨すごかったね。すごかったね、雷も鳴ってた。びっくりびっくり。有名やからなんでできないのね。並んでる時めっちゃ並んでますよね。あの休日のお昼とかやばいです本当に。そう、平日とかでも結構外国の方はいるんですけど、休日のお昼となったら休み、仕事が休みの方とかめっちゃいはります。家族連れ、家族連れとかの方が。そのセブンはよく行くやな。そう行く、あの公園見に行ってる時とか、この辺にあの行ってた時とかも公園前に軽くご飯、おにぎりとかね結構買ってました。大阪行くで中国人だって。あ、でも最近なんかアメリカとかフランスとかにいそうな方も結構見るでも確かに韓国の方と中国の方とか多いよね。昔は列なんてなかったから公園前とか食べに来たの今無理。すごい、でもそれほどさ人気になって有名になったってすごいですね。そのセブン知らない。うどん結構ね劇場の近くにあります。ピョイって言ってピョイって言ってちょっとあの劇場から出てショップの方に向かって、ショップの一個手前の十字架の曲がり道があるんですけど、そこを右に行ってそこからずっとまっすぐ行けばセブンイレブンに着きます。はい、てかあの肉吸いのお店からも見えますね。めっちゃそこしか見えないぐらいもう目立ちすぎて。あ、そうそう、焼肉屋さんを右ですね。ピョイって、ピョイ、そうピョイって、ピョイって言って、ほんまにそれつきます。よいしょ。劇場近くで出前注文できるんですか。え、できるんかな、分からへん。あやみ頼んだことがないだって劇場の近くってお店いっぱいありすぎて、出前に行かなくてもお店に行けるんだもん。また椅子も多いから。確かにそうや、多いな。どこや、アホか。どっかもありますよね。どこか忘れた。いや、ファミマもめっちゃ多い。なんか全部さ近くにさ、なんか2店舗3店舗ずつあるよね、ローソンもファミマも。20万平平なかなか休まないし浮気したからだ、レイコさんに。美味しいハンバーガー屋さんなんだ。そうなんや、ハンバーガー屋さんはなんか見たことあるよ。キヨの横ら辺にあった。あ、でも9時半だから。痛い痛い痛い、床踏んだ床踏んだ。私が踏みたいのはクッションです。よし、では読みますね。読みますか。読みましょう。いきます。13位 H さんありがとうございます。12位 II さんありがとうございます。11位きびだんごさんありがとうございます。10位みーさん、ありがとうございます。9位こまみるさんありがとうございます。よいしょ。あららららら。8位しょうまさんありがとうございます。7位はまこさんありがとうございます。6位まーちーさんありがとうございます。5位とみーさんありがとうございます。
4位ヨモくんありがとうございます。3位ケンちゃんありがとうございます。2位高政さんありがとうございます。そして1位はアリナちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ痛かった。ゆかにさ、なんか骨盤じゃない、なんていうの、骨がゴンって当たってさ、痛いよそれは本当に。配信ありがとう、ありがとうございました。皆さんも朝休みの日なので皆さんも二度寝してくださいね。意味わからない。はい、二度寝してください。おやすみなさい。はい、もうおやすみなさい。ではまた明日。明日はあれだね、あの、ではまた明日は、あの公演なので明日早いですね。ちょっと早いんですけど許してください、はい、皆さんおやすみなさい、寝てくださいね。私はまあ寝るか寝ないか分かんないですけど、まあではまた明日もよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。またね。